はいえー、いつもご視聴ありがとうございます。あこの、あの、本当ちゃんって、あ YouTube やめちゃったんですよね、確かね。ねはい。えー、それで、えー、まあ、まあ、長いことですね、えーま、数字っていうね、数字の話をですね、2019年からしてますね、うん、そうそうそう。 2019年からずっと知ってますね。でこのまあ46っていう数字は本当にに、えー、何ですか AKB は48ですよね。うん、であのフリーメイソンのコンパスの角度は 47,、ねえー、47ですね。で地球ができてから46億年とかね。 まあ46っていう数字はねあと何だろ小泉小泉さんですかね。えっとかねよくね46っていう数字が浮かんできたとかねもうみんな言ってますよね。はいそれで今日はですね、まあ、女性のヘルメットとブラジャーということでね、えー、タイトルまずねえつけ、<laughs> えー、私もうゆるくねゆるくいきたいですねゆるくね。 46 46ねはい、であとは、まあ、33911で119っていうのは911ですからね119とね191も911ですからねそういうふうに考えていただいてね、うん、例えば64度っていうのが出てきたりいっぱい出てきたらねいっぱいですよ46ですよね、うん、そういう感じで考えていただければねあのいいと思うんですよはい。 あとまあ3セブンもね、えー、この間えっ、ー、とこれピヨピヨの話シリーズねこちょっとまだ番号つけてないんでここ、えー、ちょっとあのタイトル、うん、ちょっともうあのちょっと疲れちゃってで,できてる、えー、これですねザ・ファブルの主人公をね5分間で19足す26ね50分間で19足す26ねザ・ファブルっていうねアニメの話をね したんですけどね、えー、それで、えー、まあこれ二重国籍ね二重国籍もね、えー、結構再生していただきましたはいあこれがね48ピアノが弾けるようになる方法ねこれちょっと、まあ、まだ少なかったですね、えー、ありがとうございますねでもね、えー、粉落としね粉落としとはね柔道じゃないんですよ柔道じゃないんですよ、ね、緩くいきましょうね 粉を落として、ラーメンね。ラーメンの話ですからね。あと、針金とかね。いろいろあるんですけど、またね、六角堂さんね。行きたいと思いますけどね。はい。え今日も行き,きたいなと思ったんですはい。はい、ここですね。ブラジャーは胸を垂らすね。えですから、この常識が、まあ、覆ったというかね。ブラジャーしてる女性はやばいっていうかね。もう、どんどん胸が垂れていくっていうね。なんか、15年間のね。 研究で結論がね15年間長いですよ15年間もこんなこと研究するんですからね、うん、すごいなと思う逆にねまあそれだけじゃないでしょうけどね、まあ、いろんなことを研究されてると思うんですけどねここでねあと原爆地上起爆説ね、ねこれ録音してますねこれこの辺でね、うん、もう原爆っていうのは大きくて、えー、まあこの飛行機はもう無理なんですよ乗らないんですよってね。 えー、これもみんな知ってますね。で本田翔唯さんねこの人もね「あのうん、何も飛んでなかったよ」ってね、うんえー、飛んでなかったらじゃあどうなんだっていうねことねってくゆるくいきますねゆるくね、えー、こういうことでねあと将棋連盟ねはいいろいろねいろいろはい、えー、あそれでもうね根本涼介さんねもう超超人気ね。 根本亮介さん人気もうやばいですよこの人ねどんどんもう伸びてますようんあと大津彩香さんねえ大津彩香さんねはいえどんどん人気がね伸びてますねうんはいえそれでねこれねやりましたんでねはいでこれねすき焼き坂本九六八九ね六八九はまだ出てこないですけどまあ8月6日広島8月9日長崎っていうことですねはい。 えこれねねですね、はい、もう簡単な話ですね。はい、はい、でヘブン・ニーズさんとねチャゲアンダでヘブン・ニーズさんこないだねあの多分あのなんかどっかのね、えー、民間じゃないですねあれ国,国が関係してる施設かなんかでねなんか施設か分かんないですけどあのなんかねあの撮影できたっていうね、うん、そういうだから不思議ですね。ヘブニーズさんを なんか日本国家が応援してんのかっていうかね、ちょっとよくわかんなかったんだけどね、ヘブニールさんね、話題で。そう。で、これが、なんで今言うかっていうとね、今日ですね、いよいよ今日、今日私も行きたかったけど、今日、あのね、えまあヘルメットの話聞いてきたんですよ <laughs>。っていうかね、あの、免許の更新 <laughs>、免許の更新があったんで、あの、はい。えこれ日比谷公園、こんなですよ、これ。 これどうですかこれ。これ野音。ね。これ満杯っていうかですね。それでここにね。ほら。日本人の怒り、ここまで来ましよう。来ましようって書いてあるね。はい。デモをしない日本人がやっと動き始める。でデモをしないんですね。会場に入りきれない方の。会場に入りきれないでこれね。これ。うん。すごい。これもう女の人ばっかですよ、もうね。 女の人はね、ほら、だからヘルメットね、ヘルメットはあの女性はしないそうなんですよ。今日警察の方がね、言ってたんですよ。女性はヘルメットしない。ね、お子さんにはあのヘルメットをかぶせるけど自分はしないっていうね。うん、なんかよくわからない状態ですね。だから国家権力に対してね、女性の方は逆笑うんですよ。 ね、面白いでしょ今日がね、うん、いつも私の話は面白いと思いながらねこう録音するんですけどね、はい「日本銀行の株主はエドモンド・エドモンドでロステル」とはい、はい、これね、うん、つまり、えー、45%なんですね45%ねこれ昔からねこうやってね。うん

あのライブ、ライブですね。今日のこの,この日比谷のね、これをね、えー、ライブ、うん、ライブですね。はい。えー、ね、多分コンサートかなんかですね。はい、そういう風に言っときますね。はい。あのね、YouTube さんね。はい。はい、よろしいでしょうか。はい。えー、それで、まあ、こういうね、映ってますね。えー、それでなんか、あ、これ <laughs>、ゴムマスク <laughs>、ゴムマスクね。ほら、こうやってね、これで誰にでもなれるからね。 えこの間ブラジャーのね話でやったんですよ。あ、ブラジャーじゃないか。あ、ブラジャーじゃないや。ブラジャーじゃなくて、えー、このピアノが弾けるようになる方法でやったんですよ。うん。あの、このブラジャーね、重要ですかね、これね、ブラジャーね。はい。よろしいでしょうかね。はい。えー、えー、まあ、ちょっとここまずちょっと番号を入れてなくてね、ストリートピアノもね、あの、入ってないんですけどね。 えー、はい、こういうことでですね、これ、これ、これですね、はい、あのーうん、この辺でね、話してますんでね、えー、何でしたっけ、な忘れちゃった何を言おうとしたのか、忘れちゃった。えええごああ、そうそう、だから、あの、あのほら、立ちんぼの話をしたの、立ちんぼね、立ちんぼやらないで、だから、このノーブラでね、ノーブラで稼いでる人いっぱいいるじゃないですか、ここね、こう、これ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 ね。うん ノーブラで YouTube で稼いでる人いるんですよ。なんかなんか月月何百万も稼いでる人いるんですよ。うん、いるんですよね。だからさそれをもっと工夫してね、工夫して男だってできるっていう話をね、このゴムマスクでできるってね言ったんですよね私ね。 うん、だからもとみんな聞けばいいのにねなんか聞かないんですよね、うん、まあいいですけどね <laughs>、うん、だってお金欲しいんでしょだってね、うん、私はもういらないからね、うんあのうん、あの必要な分でいいんですよねあほらこうやってね誰にでもなれるよね男にも女にもなれるんですよこれねいくらすんのかな。ね、はい、そういうことでね女性はねもうなんか言うこと聞かないみたいですね日本国家権力に対してね だから今日もこうやってやってるんですよ、これね。はい。えー、ぐらいでなんかいろいろ伝わりましたでしょうかね。うん、あとはこれも聞いてる、ね、ピヨピヨの話ページねほらね、これ今25ですからね。うん。これ1個に対してどんくらい入るのかな。うわーって入りますかね、こうやってね。うん、こうやってやってますからね。はい。あで、この最後の方もね、いろいろ見ていただくとね、こう、最後の方ね。えー、最後の方。うん。 えー、こうやってねいろいろやってますよねこうね全部ねもうね長いですからね2019年からやってますからね、えー、もうね何十ページと作ってますんで、はいうん、まあそんな見切れないと見切れないですかねああだこれね最近ねこれはいこれノートっていうブログですねこれもちょこちょことねまあそんなやってないですけどね今ね、はい、蓮舫議員ちょっと気になったんでねあとあの芸能界ね えこれねああこれこれねこれこれ <laughs> これはあのこっちあのあれに書きましたんでね何でしたっけねあのジモティねジモティさん偉いねジモティさんジモティさん偉い、うん、ジモティは偉いはいジモティどんどん数字上がってますんでねあのー、私のねピアニストピヨピヨが高橋錠太郎でやれば出ると思うんですけどねジモティねうん。 あのジモティーも数字上げていただくとこれね、うん、ありがたいですねこれはねジモティーはありがたい、うん、あの数字上がればねあとね今ね「あのいいね」が3個ついてんですよ3個ねこれがねあの4になったらねもう大変なことですね4とか5とかね10とかねなったらね、うん、まあ3までいったからね次44にいつになるかね <laughs> 楽しみにね待ってんですけどね まあこうやってねあの、うんまあ、今日は録音しちゃいましたけどなそういうことはね私は一切ねあのチャンネル登録してくださいとかねあれが大嫌いなんでねチャンネル登録してくださいって言葉ね <laughs> 大嫌いなんでねあのしたい人はするんでねしたい人はするんですようんそれ、うん、で今はねこっちのメインチャンネル800ぐらい来ましたね私一回もチャンネル登録してくださいなて一回も言ったことないからねうん 外してくれって言っていつも言ってましたよね。外してくれって言ってますよね。うんでチャンネルね。4つありますけどね。うん、あのいつも一貫してそう言ってきてますんで。ではい、チャンネル登録とかいらないんですね。うん、本当にね。あの、私とね。音楽をやってくださる方とかね。うん、あのうん、あとはね。うん。 そんなにねあのちゃんと理解し合えばねそんなに話をする必要もないですねでもまあね何回かねお話しすればね大体、うん、この方はこういう方なんだろうってことね分かるじゃないですかねで私はもうこうやってずっと喋ってんだからもうこんなんねボロが出ますからねこんだけやってればね、うん、私だってね隠し事っていうのはそれは、うん、ゼロではないですけどね、うん、あのはい。 うん、まあ、誰でもそうですよね、うん、特に女性の方はね <laughs> 女性の方は隠し事だらけじゃないですかね私なんかよりね、うんはい、だけどまあそういったね、まあ、ヘルメットをかぶらない女性の方々がねまあ、こうやってね、うん、これこれもうすごいですね今日ね、うん、今日もこれ行きたかったねこれねすごいねこれ行くねここでもここに入るとなんか署名とかしなくちゃいけないのかね うん、署名とかはねしない方がいいと思いますねはい、うん、ここを見に行くんならね、うん、まあでもこれで見ればいいかな、うん、明日もあるんですよ明日もね明日もあるんですよねはい、えー、ぐらいでね、うん、もうあとはねもうあのツイッター見ないとやばいですよもうツイッターしかねあ明日からねなんかねいろいろねなんか変わるってねずっとみんな大騒ぎですよね明日六6月1日からね まあそれはどうなの、まあ、急にはねそんなバン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 ね急になんかねいろいろ削除し始めちゃったらそれはさすがにねあの反発、うん、がね、うん、あの起きると思うんでねはい、うんはい、これねあの日本銀行っていうのはね多分ま民間の銀行ですからね、うん、日本国もそうだってね出てるよでねそれは私この。 一番最後,、ねうん、最後の本ねこうやってますんでね、うん、こういうとこね、えー、これはね、うんまあ、音楽も載せてますけどね、うん、まあでもこういうことがねちゃんとねあの広まるまではねこれ残しといてね本当にもうね、世の中変わったら全部消すつもりでいますけどね,、うん、このねうん、こんなこと別にやりたくてやってるわけじゃないからね、うん、うん、別にね。うん でもやんなきゃしょうがないからやってるんであーこれね昨日昨日、うん、昨日おととはいあのこれですね、うん、だからこ,うこれとこれ1と2ぐらいでねまあいっぱいあるけれどもねもうそんなにねもうみんな見れないと思うのでねまあこの2本ぐらいねこれ見ていただくとねあのこのファブルねファブルさんねファブルさんのことがこれねうん。 ファブルねザ・ファブルを見ていただくとねこれ面白いですからね、うん、面白いと思いますよアニメ、うん、面白い、すごい超面白いですねはいアニメねうんあとは何ですかね、うん、あとはまあ私といって映画メガネね映画メガネ映画メガネもこのどっかの、うんまあ、映,画メ映画メガネで検索してねあの,あのメガネとはね書いてあるんですけどね、うん、メガネとはね あ,のあれは見た方がいいと思いますねあれは本当に。というか、ん、人間ので映画「ガネだけがね、まあ、体操をやってたりするんですけどあの、まあ、もっとねいろんなライフスタイルっていうかね、うん、いろんなライフスタイルがねもう一人一人違うんだからねいろんなライフスタイルがあるじゃないですかね、うん、はいいだからそういうことでね。 えなんかもうめちゃくちゃなしゃべりですけど内容は盛りだくさんでねこれいっぱい入ってますんでねうんあ粉落としね粉落とし食べてくださいね六角がどこでも他のところでもやってんのかな粉落としねこれがすごいんですよねうんでも針金のが多いみたいですね。いということでねはいこれもう入りきれないっていうね うん、だからあ昨日5万人いて出てたんですよなんかねなんとかさんってね、うん、今回はどうなんだねまたね、うん、今日終わってみないと分かんないですね、うん、ここでライブねライブライブねああ,あまああとこ度藤江さんとかね、うん、藤江さんねこれ藤江さんのね一生懸命でもうずっと長いことやってますよねこの方もね本当にねはい、えー、そういうことでですね はい、何のコンサートでしょうかねもう大変なね、うん、日比谷公園というも、ん、ねああここでね演奏したいですねうんね、うん、なんかねうんはいどうもすみません、はい、ということでね全、まあ、パート募集でね、はい、あの音楽をやってくださる、ね、一緒にねあの連弾とかねまあまあ遠かったら無理なんでねあの相模原近辺でね 私はストリートピアノも今日は行かないですけどね明日はまた行くかもしれないですね。はいえー、ねもう,もうこの,、ね、あの世の中に復讐するってい、ね、うもう自分がもうどれだけ楽しく生きるかってね、えー、こっからはねもう私もう全開でねもう全力でねもう本当にもう,もうピアノ弾きますよもう,も,うもうそれしかやることないからね、うん、本当にね。 もう、ね、ああ昨日ねオブセピアノさんかねオブセピアノさんねコメントくださったんですよあの返信をね、うん、そしたらだからねあの会いたいからねあの東,東京都内来る時はねあの教えてくださいってね、うんうん、書いたんですけどね、うん、まあそれはね分かんないですけどね、うんうん、あのでもちゃんとね高橋兆太郎って書いたしねあのピアニストピヨピヨって書いたんであのあの自分の。 ね、あの,あの,あのチャンネル名を気に入ってくれたみたいでね、はい、そういうことでねもう全力でねもう人生楽しむためにあるのでねお金は紙なんですよね印刷すればいいんですよ印刷ねあの働く必要ないんですよね、うんうん、で印刷しすぎてですねあのお金に価値がなくなって困るのはねあの超富裕層のね超富裕層っていうのがあるんですけどね の女性の方ね女性、うん、常にもう女性がねこの日本をねあの支配してますからね, <laughs> あのね、うん、だから女性対女性性対対の決なんですよこれはね,、うん、あのね一般庶民の女性対ね超富裕層のね女性のね対決なんですよ。さすがにねあのこのおとなしい日本人もねこれはねほらこういうふうに書いてあるね。 怒らない日本人ね、うん。それがこうですかね。も入りきれないんですからね。うん。ね。そういうことでね。うん。あまだね。このだからなんかあれしてる人いますね。まだなんかよくよく分かってないね。分かってないんじゃないか。うん。うん、あのまあまあいいけどね。<laughs> いいけどね。<laughs> まあいいですけどね。まあここにね、行くだけすごいからね。うん、ここでね。行くだけすごいよね。うね、ん。私ちょっと行けなかったんで。え えね、はい、えー、まあ国家権力に今日従ってきましたからね <laughs> 免許証ね免許証ないとねさすがにねちょっとね生きていけない状態っていうかねもうどうしようもないですねがんじがらめですよねはいということではいどうも,もう言いたいこといっぱいありますけども終わりますはいどうもすいません失礼します